はい、どうも、ヤギステーションでございます。今回はね、おむすびの第32話の感想動画を上げていこうかなというふうに思っております。今回はですね、夜突然ユイの家に訪れた世継ぎっていうシーンから始まりましたよね。で、世継ぎはユイが料理に不慣れなことも知っていたんだけれども、そのユイの心遣いが嬉しくて、こう作ってくれたお弁当を全部食べたっていうような説明をしに来たわけですよね。ごめんなっていうような感じで、そんなこう、悪気があって監督が言ったわけじゃないみたいなことを言ったかちょっともう忘れちゃいましたけれども、まあいい男ですよね。世継ぎはね、背も高そうだし、単発でもこうキリッとした顔で純情というかこう実直な感じがしますよね。はい。でそんな世継ぎについにこうユイが 恋に落ちたわけですよね。もうやばいやばいやばいと連呼したわけです。で次の日学校でもやばいやばいやばいっていう風に言ってて、でその後ハゲアレンメンバーに会った時にこう好きな人は世継ぎなんじゃないかみたいなことを探られるわけですよね。で、なんでそういう風になったかっていうと、元を正すと、そのやばいやばいやばいっていう雰囲気を見て、恋だなって言って刺したのが、こう、ヨータなわけなんですよね。ヨータはね、まあ恋のライバルではあると思うんですけれども、これね、ヨータと世継ぎは、こう、戦いにはなっていかないんじゃないか、まあ要は恋のライバルにはなっていかないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そこじゃなくて、ユイの栄養士の話になるので、やっぱりね、ここはね、ヨータはユイを守っていく役割に徹していくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい。なんで、世継ぎとのこうバトルはそんなないような気がしております。はい。で、そんなユイが世継ぎに告白をするっていう流れになるわけなんですが、ここは、こう、世継ぎはね、こう野球に集中したいから、今は交際できないっていうふうに言ってしまうんですよ。なんだけども、もう告白と同じような感じで、こう野球が終わったら、甲子園行ったら、俺はユイが好きっていうのを告白するっていうふうなことを言うわけですよね。はい。まあなんでここら辺は青春かななんていうふうに思うんですけれども、まあ甲子園行くのが、今高校1年生なんで、高2の時か高3の時かっていう感じにはなるんですけども、ただね、これ物語的には、甲子園行くことがゴールではないので、こう、本数字は栄養士になるので、まあ、ここのところもね、そんなにクローズアップはしないんじゃないかな、なんていうふうには思うんですけれども、二人の恋模様はね、映し出していくとは思うんですけれども、で、ここで気になるのは、家に帰ってきた時に母がブログ書いてんですよね。うちのギャルさんっていうね、題名で、ブログを書いているんですけれども、ここはねすごくこのブログの内容というか、その要は日記みたいなのつけてるのが今後の軸になっていくんじゃないのかなっていうふうに思うわけですよね。なんかそんなような使い方をするし、なんかそういう使い勝手が良さそうなブログではあるかなっていうふうに思っております。でそんな中、糸島の方のお父さんの方はね、大規模直売所が動き出したわけですよね。でここでようやくこう父親の口からもう神戸に戻るところではないんじゃないかみたいなことを言うわけですよね。まあこう腹をくくって多分直売所の方に集中していくっていうところだと思うんですけれども、ここでまあ吹っ切れるかどうかっていうところですよね。まあ忙しければね、吹っ切れてくるとは思うんですけれども、ここでね地震のことについてもここからは触れないっていうことは多分ないと思うので、まあ、何かしらの理由で神戸には一旦戻るとは思うんですよね。はい。でまあそこはそことして置いといて、で、世継ぎと優位になるんですけれども、まあ一旦振られて交際はできないっていうふうに世継ぎから告げられたんですけれども、まあ思いはね、こう止められないので、リサポンか、リサポンからだったっけかな。まあいいや、リサポンかハギャレンメンバーから、こうメールで支えてあげたらいいんじゃないかみたいな提案をされるわけですよね。で、優位は、みたいな感じで、今週は終わりましたね。はい。まあまあ、恋愛がここから始まるし、栄養士になる勉強も始めるだろうし、まあギャルもね、どういう風に絡んでいくのかっていうところなんですけれども、まあまあちょっと楽しみではあるかなっていうところでございます。ヨータのね、声がもしかしたらすごくライバルとしてまたこうグッと出てくるかもしれないので、そこも注目していきたいかなっていう風に思っております。はい。ではね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それじゃあまた。